南宋の竜末年による中高四章、学費、長春、半世中、流行生図。長春は、左から4人目。長春、昭二24年7月2日は、中国北宋末期、南宋初期の武将。字は、白英畑州、山陽祭の出身。本願は、畑州、刺激県少年時代は、貴族に属していたが、16歳の時に、 地元の軍の急戦手募集に応じ、聖火、金との戦いに参加する。成功の変の際には、大変不にて金軍を防いでいたが脱出して、高層に仕えて金軍との戦いを継続して、戦功を重ねた。昇降年間に入ると、学費と並ぶ有力な軍閥の領収としての地位を築くが、新海が金との昇降の和議を提案した際には、 これに反対する学費との対抗意識からこれに賛同して深海と共に学費を罪に陥れた。この功績によって数密史に任せられたが間もなく悲鳴された。有能な軍人であったが配下の兵は粗暴でたびたび殺人などの問題を起こした。また自身も成功の変の混乱に乗じて多くの荘園を獲得し失脚後も裕福な晩年を送った。 そして、新海夫妻と共に、学費を死に追いやった黒幕として知られ、後に、学費に同情する人々によって、学費の墓の前に、新海夫妻と共にひざまずく長春の像が作られた。ありがとうございます。